キャプテン本田康人チャンネルへようこそ。このチャンネルでは自身も選手として活躍していた本田康人さんがゲストの方と対談していく番組となっております。今回のゲストなんですけれども、磯貝さん帝京高校の時の同級生であってるんですね、はい、の長田さんをお招きしてお話ししていきたいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回の動画のテーマをちょっと読み上げるんですけれども、 A リーグの伝説磯貝博満はなぜ強かった、当時の練習や考え方を聞いてみたという動画のタイトルになっております。なっております。はい、強くなかったからわかんないもう本田さんからどんどんお話振っちゃって大丈夫です。わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。ひろみちゃん、はい、はいはい、よろしくお願いします。久しぶりでもないけど、どうもどうも。そうやね、テーマにのっとって、J リーグ磯貝博満はなぜ強かった個人名でなぜ強かった、うん、まあ、よくちょっとわかんない。強いというか、まあよく言われてるのが天才って言われてたよね。自分で天才って言われてたのはどういう気持ちだったの？いや、別に特に俺は何も感じてなく淡々ってやってたんだけど、ね、周りは言っても、ね、まああまり気にせずやってましたよ。まあそんな感じだったよね。まあ俺らからしたら、まあ、間違いなく天才だったんだけど。いやいや、高校の時のさ練習ってさ、基礎練習と走りばっかりじゃん。そうだよね。で、あれさ、技術練習なんか何もないじゃん。まあまあそうだね、そうそうそう。あの博満だけなんだよね、技術練習いらなかったのね。俺らは技術練習ある程度必要なのにやりたいなーって、やるのかなーと思って、あの高校行ったら何もなかったっていうね。まあまあまあね、思い出がねありましたけど。帝京でさの練習で、この大学行くじゃない、東海大学って当時強かったじゃない。はいはいはい、大学サッカーも盛んで、うん、あの大学のさ、その東海の練習ってどんな感じだったの？あのね、そこ東海の練習はね、なんか一部なの、 A チームから D チームぐらい、4チームぐらい分けちゃってたんだよね。で俺はそのまあ監督コーチに言ってたのは、 A チーム同士でこう、なんだろう、試合やっちゃうと A と B でやっちゃうんだね。 A チーム同士ってこうやんないと、なんだろう、強くならないと上手くならないんじゃないのっていう。まず待って、あのコーチと監督に言ってたのっていうことは、大学何1年の時にもうコーチと監督に助言してたってこと？助言してたってか、まあまあそうだね、結局こうなんていうのこう、あり方によってはこうやっぱ強くないと選手来ないじゃん。まあまあそうだね。ね、だからそのだからその A と B とやつは永遠に A が強くならないような気がしたからダメなんじゃないの。まあなるほどね。まあ底上げというかレベルアップにつながらないというね。そうそうそう。だからいつも俺はまあ試合出たりさせてくれるんだったら B チームでいつも出てたわけ。なんかね、うん、俺が聞いた話は、練習がまあつまんなくて全体練習をやってなかったって言ったんだよね。で一人でどっか違うグラウンド行って一人で個人練習して勝手に帰ってなかったって。だから練習なんてほとんど出てないっていうふうに、情報入ってますけど、そこはどうだったんですか？いやいや、それはないよねやっぱりその、ね、場所もないし、大学だから全体練習はまあ一応して、で帰ってまあその夜はあのトレーニングというか、ほら、その時からさ、まあ、帝京の時もさ、走ってばっかりだから、多分つまんなくて、あんまりやってなかったし、大学行ってもさ、多分あの、練習がつまんないじゃん。あんまりこう、きつい練習は、軽派じゃない。きつい練習したってダメだよ。そんな、体力なくなるだけだから、っていうタイプ。うん、そうだね。うん、大学でもそうだったわけでしょ？いやいや、でも大学ではね、そこまでのなんかこう、練習しないからさ、なんか。結局紅白戦してとかシュート練習したり、だからそうも特になんかこうやったあれはないけど、まあ来てる選手がとその辺の時はまだ良かったからね。だからいろいろこうやってると結局練習がつまんない、レベルが低いから、3年の時あれバルセロナ行った。2年の時だ。2年で行った、うん、だからもう嫌気さして バルセロナ行っちゃったんでしょ。あのステマの間に。いやいや、俺らお見送り行ったもんね、成田にね。そう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 。まあでもほら1年間はね、こう真面目にって言ったらおかしいけど、こうトレーニングしてたんだよ、その夜に。だから一応寮だから、そこにちょっとしたトレーニング室もあって、おお、そうだから夜はそこでトレーニングして、夜夜遊びして起きてて、でその朝の4時5時頃に山登って走ったりとか、だからそのヨーロッパに行ってプレーする時間帯にはそうやってこうなんか起きて、だからただただみんな俺がこう夜遊びして起きてるのかなとしか感じてなかったね。そうだろうね、周りはね。それでさ、大学また戻ってきてやって、で大学4年の時にガンバからスカウトっていうか、
校が4年、そう、まあそうだね、留年して1校、留年してるから3年の時だよ、だからね。あ、3年の時か。うん、2年か3年、2年がダブっちゃってる。だっていろんなチームからオファー来た中でガンバでしょ。そう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 だね。そう、まあ、ガンバが一番お金良かったから。いやいや、それそういうことは絶対ないね。ほんと、え、ガンバなんで選んだの。こっちの大阪、京都に来てて、京都で遊びたくて。あ、まあ、それが理由なんだね。あ、なるほど。そうそうそう、引きずった心に対して、京都っていうものに対してすごく魅力があって。で、ガンバ入った時って誰いたんだっけ。あ、まず監督って川本さん。そうだよね、川本さんがね、来て。川本さんだ。うんうんうん。だから当時はさ、そのなんか全チームちょっとね、10チームぐらい来たんだけど、大学の監督のそのなんだ了解を得ないと交渉できなかったから。ああ、なるほど。そうそうそう、ちゃんとこう代理人ついてとかないからね。ないから、だからその一番最初にグランパスいた平木さんから連絡あったんだけど、平木さんの話聞いてから次聞くまで2週間ちょっとあったのよ。そこでえらい怒られて、お前天秤かけんのかいって、えらい怒られて。いや違う、ね、でもそうなるじゃんね、なんか流れが。今だと天秤当たり前だけどね。そうそう、だからなんか、いやそんなんじゃない、あのまだ話するところがあるんで、まだ一個も聞いてないのにえらい説教されて。で、ガンバ入ってからの、一応プロじゃない。まあ1年目というか。あ、そうやね。練習ってどうだったの。まあ高校、大学、今度はプロのチームで、練習の内容っていうか、やっぱプロなわけだから、まあ釜本さんだけど、釜本さんが練習をこう目に見に行ったんでしょ。まあ当時ビタヤっていう、あのね、あ、ビタヤ、タイの人、そうそうそう、コーチだったら、うんうん、一緒にやってて、まあまあ特に変わることない練習だから、なんかこうなんだろう、そのそういうきついわけでもない。そうだね、特別なんかやってるわけでもない。そうそう、だからビタヤがそのドイツでやってきたことを、習ってきたことをまあこう練習に入れてやってた感じで、ね。いや、でも一番最初に試合やったのが、あの北九州でほらアントラーズね、あのキーコ来て一番最初に試合やったっていうかさ、やったね、やったね、やったじゃん。あの時にもうとりあえずサッカーするよりジーコマークしてボール取ってやろうと思って。だってもうマッチアップするポジションじゃないじゃん。そうそう、ないけど、やっぱほら、どういうボールのね、持ち方っていうか、タッチするのかなと思ったら、俺からしたら、大体、ヒロミツとあのマッチアップの場所だから、すごいなんかやりづらさを感じて、プロになって初めての試合が、どこへかよみたいな感じだったよね。そうそう、そうそう、北九州でね、そうなんだ。そうだから、そういう、こう、最初、ジークをしてね、なんか、ボール取ってやろうとこから始まって、ボール取って、でもやっぱうまかったね。あの当時まだ、はい、もう40だったけど、まあ、曲がったよね。うまかったね。そうなの、ヒロミツもうまいなって思う人はいるんだね。っていうかほら、きれサッカーがきれいって、プレーがきれいじゃんね。ああいうやっぱきれいなものっていうのは、やっぱ見ててこう、まあ、やってても美しいじゃん、ボール蹴るときとかね、フリーキックでも。なんか簡単にやってるように見えちゃうもんね。そうなんだよね。だからなんかもう反対で壁立ってても、あ、これは入りました、ごめんなさいっていうさ、ただそこに壁にいるだけの話になっちゃうから。そうだから、ジーコとかもそういう風に感じて、まあリッキーもそうだけど、やっぱうまかったよね。まあ、けど俺ら、まあ、同級生だけど、俺らとか上の人たちも磯貝に関しては天才天才って言って、なんかそういうこう一目置いてるとこはあったんだよ。まあ、それに対してどうだった、どうだった、さっきの答えと一緒か、なんとも思ってないか。まあまあ、そのね、基本的には、その、やっぱほら、世間に出たらいっぱい、そうやってジーコでうまいやつなんかたくさんいるわけだから、だからそういうこの言葉のそういうのは入ってこないよね。ね、グラウンドに立ったことがすべてじゃない、起きてることがさ。話はさ、飛ぶけどさ、ガンバで、まあ、ある程度、まあ、10番背負って、うん、あ、うちアントラーズの時よくやられたけど、フリーキックとかね、すごいシュートやったけど、うん、まあ、それからレッツ行ったじゃない。はいはいはい。その当時のレッツはどんな感じだったの。今とはちょっとこう違うチームだったのかなっていうイメージはある。あのね、試合に出るためのアピールはすごいわけよ。ああ、なんだろう、それぞれの選手が。そう、えげつないわけ。だから、コンディションでやってんのに、なんか削り合いでもない、なんつうの、こう、試合が出るための削り合いみたいな。あ、なんだろう。へぇ、まあ、練習の中でピリピリした感じも必要だし、そうそう、絶対必要なんだけど。激しいプレーも必要だけど、それとはちょっと種類が違うと。そうそう、ちょっと違うかなと。目的やっぱ違う。試合に出るために、こいつをちょっと潰しとこうみたいな、うん、意識がちょっと感じられたとですね。そうそう、だからそういう、で、試合に出たら結局みんなさ、ボールもらわないわけよ。なんつうの、ボールが出ないとこの顔隠すっていうの、おいおい、大丈夫かみたいな、ね。それでいて、プレーはほら、まあ、福田さんだ、岡野だいて、縦一本でしょ。
それが売りだったからね。何やってるかさっぱりわかんないんだよ。試合のためのその練習だったり、こうチーム練習だったりっていうところではなかったんだよね。そうそう、だからなんかそういうふうにはこう感じないから、まあ、まあ、あえてやっぱそれぞれが生きていくのにこう必死だったんだろうね、その選手たち。そうそう、だから意識にね、そうやってなんかちょっとこうやっぱいろんなチーム行くのはあの楽しいっていうか、なかなかこう移籍して活躍する人ってはあんまりいないような気がするの分かるよね。そういうなんかストレスがあったから、なんか 1年で辞めてプロゴルフは目指した。いやいや、そういう意味じゃないんだけど。だって1年で辞めたでしょ。辞めたっていうか、ほらあの時はもうなんつ原さんとかと、ほらやっぱり俺は何にもないけど向こうはあるから。固有名詞出てきた、固有名詞。いやいや、もう完全にあると思うよ。もうその、で、その次の年には、その時には、ほら、小野伸二も入ってきてるし。そのタイミングか。はいはい、そのタイミング。そう、だからもう、なんか。天才から天才へ。だからもう、まあ別に、練習はまあほら、淡々とやって、まあ別に求められなくても、ほら、プロだから別にどっかでやる可能性があるから、まあ準備はするじゃん。けど、その年でもう、辞めてから引退したんだって。そうだよ、そうだよ。まあその引退した理由もあれでしょ、プロゴルファーになる。いや、まあ、いや、そんなことなくて、まあ、その高い給料もらってんなら、ね、もらう価値がないから、もうやめようか。おお、なんかかっこいいこと言ってる。そうそう、だからまあ、唯一、あくまでもこの自分から J リーグ辞めてんの俺ぐらいじゃない、ゼロとか言われたらないんじゃない。そうだね、そうだよ、自ら。そうそう、だから多分そういう。それ何歳だっけ、29だ、29。29、まあ、若っ。そうだよ。よく辞めれたね。そう。で、その次の日にね、次の日に九州のその川田さんから連絡あって、もう辞めたのかって言うから、辞めました。じゃあ九州の熊本の国体で選手で出てくれって言うから、おかしい。それ反則でしょ。いやいや、反則だよ。そのつもりで辞めたわけじゃないんですけど、みたいな。それ反則だもん。それでやめてませんみたいな。そっからゴルフだ。そっからゴルフ。そっからゴルフだね。こんな感じでどうですか？はい。いやー、すごい。テンポよく。話していただいて、聞いても楽しい感じの ね、お話で。はい、また次回もちょっと別のテーマでお話ししていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回はここで終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。